本と雑談ラジオ。こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。こんにちは、家事のマスの幸一です。さあ、今日はですね、2月17日16時1分です。16時1分。どんな日々お過ごしでしたか。今ね、あのー、確定申告の作業をしてるんですよ。早い。そう <laughs> か。 はいはい、ちょっとコロナで延期になったんですよね、4月ぐらいまで伸びたんですよね。でも届かなくないです、出版社からその、明細書がそれがね、計算して、うん、あのそうそう、売り上げを計算してたら、まだ届いてないのが結構あるなって思って、ちょっとまだ進められなくなりました。うんうん、結構届かないんですよ、あれ。えーね でもね、おかげさまで、去年、ほら、書き下ろしの本も出したりしたので、はいはい、年収が増えましたよ、売上が。なんと景気のいい話でしょう、コロナ禍というのによかったーって思って、ただ、そのね、書き下ろしの本自体があの原稿料なくて、印税だけなので、 健康料に換算したら1枚5000円にもいかなくて結構しんどいですね。<laughs> <laughs> まあでもこれからずっと取れるかもしれないわけじゃないですか。そうですね。今のところまだ増刷も全然ないので、まあこれっきりだと切ないなーって思ってました。まあでもあのシリーズ結構まとめていいところに置いてあるので、ちゃんと活字本と並べておいてくれればね、ええー。あの漫画の方を買う人もいると思うんですけどね。そうですよね。うん。なんか 私は映像化に期待ですね。ああ、ありがとうございます <laughs>、うん。そしたらきっと漫画も映画化に並ぶでしょう。えー、マサロさんはなんか仕事忙しそうですね。いえいえ、なんかちま,ちま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 いろんなことしてるんですけど、うん、やっと検案の、まだい言えないのかもしれないけど、こうず,っとずっとやってた作業が、はいあの、ちょっと一段落したんですよね。えー、えー 無事に発売になって売れるといいな。本っていつも売れればいいけど売れないってちょっとも嬉れしくないじゃないですか。そうですね、えー。本出た時って嬉しいです、吉純さんは。僕結構へこむんでしょう、本出すといつも。えな、へこむな、本出すとね。うん な,なんかちちちょっと気持ちが落ち込むんですよね、あのー、なんかあそこもすればもう少しこうすればよかったなそうそうみたいな。そう細かいとこ気になっちゃってあ<ー>あで必ず5色とか1箇所ぐらいはあるから、はい、あなんでこんなに何度も見たのに見落としがあるんだろうとかさ、うん、あと迷ったデザインはこっちの方が良かったのかなあっちの方が良かったのかなとかずっと考えちゃうし。 あでまあそれが売れたりするとね、いいね <laughs> そうなんですか売れればね、<laughs> それがあの僕、ショートソングが結構実は意図,意図,意図した通りのデザインになってなくて、うん、まあ手違いでちょっと希望が全く違う形になってたんですね。はいでものすごくへこんだんですけど。はい でも本当にすぐ増札がかかったからもういいやと思って <laughs>、もうその増札の時に直しますかって言われたんだけど、ええ、その違いに気づくのは私だけなんですよ。読者が別に間違いだと思うわけじゃないので、ええええ、もう増札もそのまま直さずにしてもらって、うん、で、あの本は特にすごく売れたので、はいはい、なんかもう売れることによってどんどん気持ちがマシになっていくみたいな。 まあ、その自分の気になる点と売れ行きが全く関係がない関係がないのですよ <laughs> で自分ではあそこもここもひどいとか思ってるんだけどそんなこと関係なく売れていくから、えー、なんか変なものでしたねねそそれは、ね、そうですね。 自分ですごく納得したものが別に売れないですからね、ほんとね、<laughs> これを見ろっていう、うん、売れたことがないからわからない <laughs>。いや、でも、なんだろう、こう、比較的、だから自分の方の中で、比較的これは自分の中でも納得っていう出来のものが別に売れるわけじゃないから、なんかその辺がもう、あの毎回。 宝くじを買うみたいな気持ちですよ。おお<ー>、こう、売れたらいいな、でもきっと売れないな、みたいな。うん、まあ僕はもう売れる気が一切しないですので。<laughs> でもほら、電子書籍がちゃんと着々と読まれてるとか、素晴らしいことじゃないですか。まあそれでもね、ビビたるもんですよ。原稿料の方がずっと儲けが出るから。あの、うん、まあ、日々、あの、その、 売り上げを見てニヤニヤしてるだけですよ。うん、そんな日々コツコツお金が入るなんてすごいいいことじゃないですか。そうそうそう昨日はねちなみにね943ページ読まれたので、です,ね、すごい読まれてます。すごい読まれてますね。<laughs> そう一昨日は良かったんですよ。3490ページだから1700円ぐらい。そんなに読まれるんですか一日で。 まあ、いっぱい出してるんですよ、本、何種類、<ー>5冊出てるので、ね、そのトータルで。もう今までのものを全部自分の方に移行できたんですかまだできてないんですよ、まだ契約がこれから解除になるので、うん、あそれでですね、あの本、ー、当ね、去年のね、その今お願いしている電子書籍の会社の売り上げが、1年で1万4千円ですよ。うんうん、でも 割と私もほらショートソングが漫画になってるんですけど<ー>割とちょっとびっくりするぐらいの少なめの見学が時々入るぐらいだから<ー>、うん、だから1枚いくらでもまあでもそうかたくさん出してるんですもんねそうそうそう、ね、1冊はいかないかもしれないんですけどそのぐらい出てて 1>, 1万4000円で、先月の電子書籍は、あの先月あの、新刊のセックスしないと出られない部屋を出したので、それだけで、うん、そういうの、買ってくれた人のだけで1万3000円ぐらいですから、もうひどいなっていう話じゃないですか。うん、まあね、でもそれは考えてみると、電子書籍ってね。うん 大手出版社が出してようが個人が出してようがあまり関係ないじゃないですか。だって検索して出てきたものを買うわけだから、えー、そう考えた時にやっぱり出版社としての電子書籍ってもっと危機感持った方がいい気がしますね。いやもう全然ダメですよだからもう全部ね自分でやったらまあ<ー>毎月78万稼げるような気がするなって目算してるんですよ。 うん、それはありえますね。ね<え>あの自分で宣伝してね。そうしかもね、<の>俺程度でそのくらいいくとしたら、うん、単行本で20巻ぐらい続く連載あるじゃないですか。はい,はい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 。それで回読むと4000ページとかになりますよね。うん、1200ペ,、ね、ページにして。そしたら4000ページだから 1, 1セット読まれるたびに。 2000円著者に入ってきますよ、うん。そうか、でも確かにそう考えると、いや漫画は可能性あると思いますね。うん、そうですね。まあ、つくづくあの海猿の作者の方は先見の明があったと<ー>ですね。ですね。ねさすが。さすがだな。佐藤修二さん。でも、うんでも、ほらチェリーボーイズとか吉泉さん作品は映画になったりしてるから。はいはい、ええー 映画たた人が原作探しとに電子書籍読む可能性高いと思うんですね、えー、だから例えばチェリーボーイズとかだったらそのなんだろう原作読んだ時には普通に読んでしまったけど映画になってみると広さが際立ちますっていう <laughs> あ<の>、えー、私とかあの花熊さんのコメントとか載せたりして <laughs> どんなにひどい原作なんだろうと思わせて読ませるとかさ。 うん、結構,結構こう、キャッチーにやれば読む気がしますけどね。はいいありがとうございますだからね、お願いしてる出版社の、あのー、印税とか、本当に悲惨ななんかあの支払い調書の明細見てるとね、うん、2000円とか。<laughs> いやでも、僕なんてあの昔し、作詞し,したやつの印税とか、5円とかね。うん、ねそんなの、郵便代の方が高くう <laughs> 5円とか振り込まないでくださいみたいなレベルじゃないですか。ねえ,うん、ねえ。だから、いやもう僕、確定収穫、去年とかはもう、あのインターネット経由のお金ばっかしだったから。 あの出版社から来たやつなんて数えるほどだったような感じがする。なるほど。でもこうん、ありますよ取 <laughs> 引先は妙に有名な会社なんですよ、ね、NHK とか。<ー>でも、うん、でも金額も大したことないし、はい、なんだろう、こうそれを専業にしてる人とは思えないような、め、最初の数々だったな。へぇ、えー。うん。いや、そうか、でも。うん ね、これからでも自分で考えないとそのぼんやりしてると放置してただけでだいぶ機間を、うん、機会喪失してたわけじゃないですかそうなんですよだからね,ねちょっとその、うん、自分で電子書籍の権利を引き上げるとその出版社との関係が悪くなるみたいな気がするじゃないですかうんでも例えばさ、はいいや そこで売り続けてもいいけど自分でも売らせてくださいっていうのはそれ多分ダメだと思うんですよ。ダメなのそんなのダメなのか。結構厳しいね、ダメ出版って。そう、だからそういうもうこれは無理だなみたいな。例えば小学館とか。 一冊本出してるんですけど、うん、もう今後、仕事もらえる気が一切しないので、<laughs> そんなことないと思いますけど、うん、そんなことないと思いますけどね。そうだからもう、やっぱちょっと自分に返してくださいって言おうかなーって思ってるんですよ、ね。悩ましいですね。出版って結局さ、その、えー、プ,ラプライドみたいなところがあって、はいあこの話はちょっと友の会でしようかな、ちょっと表立って話と。 あの正直な話なんだけど、角が立つかもしれないので、そうですね。すねそうしましょう。俺もちょっと言っててドキドキしてきました。<laughs> うん、でもほらあの今回の課題本のね、あの、はい、西村健太さんの方を読んでみたら。はいはい、はいはい。 あそもそもでもか、紙の本が買えなくて、電子書籍で買ったんですね、僕。あなるほど。なんかね、西村さんの本があ、僕はイオンの本屋で買ったんですけど、あんまり流通してない,いない、ね、してない、してない。だから、有名だけど、売れてなかったのかなと思っちゃったなでも、本の中でもそんなこと書いてまして、前はよく売れてたけど、最近は出版点数を見ても悲しくなるみたいな。 うん、なんかだってど結構何箇所か3箇所ぐらい回ったんですけど、うん、紙で読みたかったけど売ってなかったから今こそねあのお亡くなりになったばっかりだから追悼で店頭にねコーナーとか作ればいいと思うじゃないですか、うん、きっとねもあのそもそもの発行部数が少ないからそうやって並べられるような在庫がないんじゃないですかね。 そうかもあと全部が電子書籍になってるわけじゃないかじゃないですか、うん、それも結構そんなもんかと思ってうん、うん、なんかほら「浅草キッド」の原作本がねははははいはいはい、はい新潮社から出てたんですけども、ええともと新潮社とたけしさんの関係が悪くなってしまったんですよ「あの週刊新潮」でたけしさんのことを悪く書いたからたけしさんが怒って判権引き上げちゃったんですね。なるほど 結局、講談社から出し直すっていうふうに公式サイトで書いてあったんですけど、<ー>講,講談社ってフライデーの会社だからね、<laughs> フライデー事件の。うん、でもさ、新潮社ってさ、たけしさんも結構本出してたし、はい、そういうご縁があったのにひどいこと書くとか、あ<ー>どうなんだろうね。ほ田ひかりさんもね、「週刊新潮」に裏口入学って書かれて裁判をして、 そうで身長文庫大好きだったのに言ってましたよね。そうで,す友達はでも本当それってさ、うん、あの昔山田由実さんも結婚前にね、うん、あのなんかいろんな出版社と付き合いがあるのに書かれてすごく嫌だったって言ってて、うん、で別に僕さ犯罪とかだったら書いてもいいと思うんだけどさ。うん 解釈の幅のあることで意地悪に書くってどういうことだろうとちょっと思うけどね、やっぱり仕事先なわけでしょ。そうですね、うん、あの本当にもう犯罪で擁護できないなら書いていいと思うんだけど、えー、本当、解釈の問題とかさ、もう意地悪く書けばいくらでも書けるみたいなことだとしたらさ、うん、やっぱり不信感でつ嫌になりますね、その出版社と付き合うのが。 なんかその辺のこと考えちゃったで西村健太さんに関しても、うん、あのこんな使いなのか本も売ってないし電子書籍にもなってないしたけしさんにしてもそんなせっかく浅草キットが売れてるのに原作分がまだ買えないのかとかさ、うん、ちょっと出版全般に関してもうちょっとこう うまいことしないと、誰も得しないし、誰も幸せにならないんじゃないかと思っちゃいましたね。ええー。うん。なんかでも、正直、その健太さんのその課題本は。はい。タイトルなんでしたっけ、あの。千葉公園六角堂跡、クレール藤沢製造の残影です。それは、えっと、角川でしたっけ、出てるのが。文春文庫です。文春文庫か。で、えー。あの。 小山淳さんがね、はい、失敗作だって書いてて、ツイッターで。<laughs> うんうん、で、あと、芥川賞取った区役列車も失敗作だって書いてたんですよ。はい、それで、じゃあ、何が一番面白いですかって聞いたら、あの区役列車に入っている、はいあの落ち。落ちぶれてってやつ。落ちぶれてああ、ずいぶん前に読んだから、どんなのか覚えてないですね。あの落ちぶれて、なんだっけ、ちょっと待って。 電子書籍だから今開いてみないとわかんないんですけど、はい、それが一番いいとおっしゃってて、へ<ー>で僕今回だから、その多分部屋に買ったのがあるんですけど、空気列車。出てこなかったから、やっぱり電子書籍を買ってしまいまして、あ<ー>読んで読んでいましたよ、空気列車も。空気列車、前には読んでたんですか空列車はね僕買って はい、映画になったから映画は先にようと思ってって結局映画も見ないまま、えー、僕は映画見てから読んでねど,どっちも面白かったですよでもそうですか西村さんは映画むちゃくちゃなんか気に入ってないんですよねそうなのか「落ちぶれて袖に涙の降りかかる」っていう、うんうん、あの文学賞を取りたい取りたいって言ってる作品うんあのー が入ってたんですね区域列車にだから今回私は課題本を読んで、うん、区域列車を読みました両方とも、うん、区域列車の収録作も。うんうん、それで思ったのはあの区域列車はそれほどつまんなくなかったんですけど、うん、あの六角堂の方はちょっとどうかと思うぐらいつまんなかったんですけど、うんうん、<laughs> それはこ 吉さんん的には大丈夫だったんですか、ね、の西村さんの本はね、うん、ずいぶん久しぶりなんですよ。最後に読んだのがね、クエキでしたかな。うん、その前に、あ、アンの宿っていうのと、どうん、道でなんとか、なんとか踊りみたいな。<laughs> <laughs> はいはいはい、ありますね。そう、結構読んでますね。観冊ぐらい、初期作品ですよね、全部。うん。 だから、ずいぶん空いたが空いて読んだんですよね。で、で今回ね、桝野さんが読み終わるまで時間がちょっとあったから、国、うん、沢製造の本を読んでみようと思って。えー、<う>読んでみたんですか買おうとしたらあの、なんかプレミア本でむちゃくちゃ高いんですよ。た、まあ、多分部数が少なかったんですね。そう、それでね、ところが、 4000円ぐらいするんですよ。うんうん、あのー、電子書籍で220円であもう著作権フリーだと思うんですよね。あそうなのいや、だってもう。のあのーあ えっと、青空文庫に入ってたりするの青空文庫じゃなくてね青、青い鳥文庫みたいな名前の出版社から出てました。まあ、うん、キンドルで買ったんですけど、それが220円だったんですよ。ところが、むちゃくちゃやっぱ読みにくいっていうか、文章に慣れてないから。うん なんか読んでるとすぐ眠くなっちゃって <laughs> まだね、あのー、300何十ページのうち40ページぐらいしか読んでないんですよ。なるほどそうか僕なんかすごくなんか。これだ「根津根源裏」っていうあのとにかくあの西村健太さんが何かにつけてこういうやつですよ。 なんかね<あ>私だから円でした西村健太たさんって、うん、その本は持ってたけど読んでなかったしあの小銭を数えるってのを読んだんですけど、うん、なんかそのあと日記とか読んでたんですね。うんで発言もよく聞いてたんですけども、うん、なんかもっと面白い人だというイメージを勝手に持ってたから。うん あんまりそだからこの、とりあえずこの最近読んだ2冊に関しては、うん、ん、そこまでってちょっと思っちゃったんですけど。このね、芝公演はとにかく、これは最初に読むべきやつじゃ全くな,いですよ、うん、なんかさ、ファンの方には申し訳ないんだけど、うん、特にこの芝公演に関しては、だってさ、音楽ライターのレポートみたいな話じゃない いやこれはまあ途中までそうですけどあのー、要は自分の原点を見つめ直してまた書くぞってモチベーションが上がったぞっていう話じゃないですか。うんあと、こうううそそついついこう本質を忘れたのが自分の初心に書いたっていう話なんだし<う>あと、ご本人が何度も言ってるみたいに、うん、書いた後に反省してもうつ続けて書くんですよねまたこう言い訳みたいな作品を。<そう> <laughs> それで、あのー、なんかついついミュージシャンの方に気,あの気を使って変に書いちゃったのが駄目だった、もっと正直に書くべきだったみたいなことを、<う>あと、頼まれもせずに書きたくて書いたんだっていう動機の部分を大事にされてるんだけど、でもなんか私、音楽ライターだったんですね、昔、うんで。音楽ライターだったんだけど、とっても個人的なことを書く音楽ライターだったんですよ、いつも。 はい、音楽を聴きながら個人的なことを考えるって、まあ、ロッキング音かもそういう文章ありますけど、多分それよりももっともっと個人的だったんですね、私の去音楽ライターの文章って。はい、まそれとか思い出しちゃって、うん、まだ僕の方がサービス精神があったとか思っちゃったんですよ。<laughs> で、うん、ご本人が言ってるみたいに、別にサービス精神じゃなく書いてるのは分かりますよ。はい、あのご自身の 気持ちをすごく正直に書こうとして書いたんだろうと思うんだけど、うん、でもまずそもそもさこのでローマ字で出てくるミュージシャンが好きっていうのも、はい、なぜ西村さんが好きだったんだろうって、はい、<laughs> でったね。そう大体んでローマ字したとかも謎だし。 しかも、稲垣佑一がドラムを叩きながら歌ってたっけ<の>って思って。あ、そうそう、そうあの人はでもドラムの人だよ。ああ、そうだったんだ。もう全然、うん、ベスト10でドラマチックレインを歌ってるのを見た記憶がおぼろげにある気がして、その時を叩いてたっけな、なんつって。なんかさ、だって、西村健太さんの作を知っていてね。ええ、どんなミュージシャンが好きかって想像した時にさ、全く出てこないよね。 稲垣一さんは、うん、そうですね、うん、まださあの変な話だけど森田道二とか中島みゆきとかのピンとくるよね。五木博とか聞いいててほしいですねあそうかもで稲垣潤一さんってほら作詞を秋元康さんがしてたりとか、はい、どっちかっていうとあんまりこう何だろうねこう文学者受けする感じでもない作じゃない それで何で好きになってこんなにずっと聴いてるのかがちょっと謎だったんですけどいや,やっぱ中学生の時に聴いてからやっぱ特別思い入れがあるんじゃないですかね。それ,それで西村さんってじゃあ他にどんな音楽を聴いたことがあるんだろうってちょっと気になったんですね。えー、ですごくこう心から浸水してる作家のこともいろんな私小説を比較検討して好きになったというよりは。うん 本当に何か出会い頭に惚れてしまったみたいなところがある人なのかなってちょっとね思ったあ全くその感じじゃないでしょうかね、うん、だからそのあんまりだからそのこの人のすごくいいっていう作家たちを読みたいと思わないっていうかどんなふうにいいかがまし描かれないじゃないいつもこの人の西村健太さんがあ<ー>自分がいかにこの作家に浸水していて金を払ったってことはよく出てくるけどそうですね どういうフレーズがどのように自分に響きどんな風にグッときたかがあんまし分かんないんですよいつも。なるほど。それがそのあの小説の場合には今まで気にしたことなかったんだけど、はい、音楽という本当に謎のなんでこの人を好きなのかっていうところに疑問を持ってしまったがゆえにね、えー、この方全部の好きなものがちょっと不思議なあの若い時の出会い頭みたいなもので。うんこう 崇拝しちそんな感じじゃないですかね。うん、なんか亡くなってる時にこんな陰口を言うのも本当に失礼なんだけど。いや、別に陰口だと思わないですよ。うん、なんか純粋な人なんだろうなとは思ったとっても、えー。そういうことはあるじゃないですか。あるある、ありますよね。なんで自分がこんなの好きなのかわかんないけど好きとかありますけどね。えー なんかでも変な小説と思ったな。その特に芝公園六角堂あとは一つ書いてそれについての後悔を書き、うん、そしてまた後悔するみたいなさうん、うんまあ、ストーリー性が極めて低いですしね。低い。うん、でだからなんて言うんだろう。そうだからこれこのお話が あのー、本当に切ないのは、<ー>また原点を持ち見つめて返して、これからさ、書くぞっていう宣言の小説じゃないですか。はははいはい、はいなのに、それをなくなった後に読んでしまうっていうところが、本当ですよすごい俺は切なくて、まあつまらなないとは思わなかったんですよね私はなおかつ、電子書籍で読んでたから。うん なんかものすごい虚しい気持ちで、うん、亡くなっちゃったんだもんなとか思いながらうん、うん、でもなんかその人の死について良かった悪かったって何も言えないことなんだけど、はい、でも私はちょっと羨ましく思っちゃったななんかそのタクシーの中で亡くなったって言うんだけどへ<ー>これから書こうと思ってそういう気持ちで生きていて亡くなったって そういう死に方の方がいいなと思ってね。ただね、これ、あれですよ、あのー、単行本で出たやつを文庫になってるじゃないですか。単行本出たのは2017年だから、はい、<laughs> だいぶ前なんですよ。そうか、だいぶ前の割にはなったのかな。だから、チョイスがね、これがもう最後の単行本かなって思ったら、そういうわけでもない。あのー、なるほど。ご,ご 何て読むんだろう「がれきの四角ですかうん、うん、っていうやつの方がもっと後に書いてるから<あ>読むならこっちだったのかこっちだったんだみたいなそうかでも私は生地自分が音楽ライターだったこともあって、ええ、その稲垣淳一さんへの思いの不思議さと、うん、この方の妙なピュアさそしてそのもう本当に根拠 のない何かこう信仰みたいなものをうんそういうものの象徴な気もしてちょっとそのある種僕はもっとねやっぱこの本の中でこういう読者は気に入らないみたいに書いてた罵声を浴びせたりあ暴れたりするところだけを楽しみにする読者がまさに俺のことなのでそういうのが読みたかったです。 でも私、区域列車に関しては、えーあのね、もっと、ね、決定的にその友達と決別するのかと思ったらそうでもなかったから、僕のイメージの西村健太さんはもっととてつもない決別をするんじゃないかと思ってたからさ、うんうん、案外穏やかなんだなと思っちゃったな。っ話た忘れてしまったあの、ね、区域列車は19歳の時の時で、はい <laughs> えー、その日暮らしの日雇いをやっていて北町カンタですねで友達が1人だけできるんですよ。うん、ちょっと顔のよくてシュッとした明るいやつ専門学校生でうん、うん、最初は仲良く一緒に風俗に行ったり飲みに行ったりしてたんだけど、はい、友達の方には恋人ができちゃって、えー、でそのでその 恋人のことと羨ましいと思って最初は呪うんだけど、はい、その恋人の女の人に女友達を紹介してもらえないかという浅ましい気持ちで、ええ、その友達と恋人を野球に誘ってでもついつい飲んでる時に悪態をついちゃって、うん、幸せなカップルは主人公を嫌いになってしまうんですね。 うん、もう嫌いになってしまうんだけどそれでも恋人を紹介女の人を紹介してくださいっていうことは忘れずに言うんですよ、うん、でも結局最後どうなのかと思って読んでたらその一緒のところで働いていたシュッとした友達はもう学生だから辞めちゃうのねその仕事を、うん、それであいつ辞めちゃうのかと思ってたら 自分の方が先にクビになってしまうっていう,、ね、そうかそ。そんなだった気がする <laughs> で。ある意味面白いんだけど、<laughs> でもその後もまも、あ、実は元にしてるからだろうけど、その後も実は年賀状でずっと連絡を取ってたとか、<ー>ああいう結末で終わるんだけどさ、僕もっともっと二度と会えないぐらいひどいことになっちゃうのかと思ってたからさ、えー、だから案外あっさりした話だったなって。 芥賞を取ったのかこれでってちょっと思ったりとか、えー、あと小屋の厚さんが一番おすすめしてたその区役列車に入ってるもう一遍の作品ね「はい、落ちぶれて袖に涙の降りかかるは」はい、まあ文学賞が欲しくてしょうがないっていう話で、まあ、そういう意味ではちょっと興味が引かれたんだけども。えー そこまで私でもそ,そんなにめちゃめちゃすごいグッとくる話でもなかったかな。だからもっともっと面白いものがありそうな気がするんで読んでみようと思いました。これから、うん、そうですね。ね僕もね、他の一冊、あのー、アマゾンで注文しましたよ。なんかぜひこれ,これ聞いてる、もし聞いてるファンの方がいたら、<ー>これをめ教えてほしいな。そうですね。僕が買ったのはね、なんて読むんだ 虫に濡れるみたいな濡れるっていう字の辺が虫になってる感じえー、分かんないちょっと待ってに動くで墓どれ墓どれでしたっけ山んいに歩く分かんないおでの皮をっていう <laughs>、まあ、難しい難しい難しい態度でしかもおでが出、ね、読めないよあー これがね、17歳のカンタの話だから、あ、面白そうだなって思って、もっと前なんだね。注文しました。まだうちの。でもなんかさ、ううお父さん、なんかお父さんが性犯罪者とか、確かにちょっとさ、サート地点がつらすぎるよね、えー。そうですね。うーん。そう。だからそういう、かその辺がね、今回の,あの稲垣淳一さんとの、 関わりについて、うん、出会いが多分これこれかもうちょっと前ぐらいじゃないですか、うんうん、その辺読みたいなーって思って、なんかでも稲垣寿一さんのところで面白かったのは、はい、本当は自分がファンだったのに、付き合った女女がファンだったから、たまたま自分もよく <laughs> 聞き始めたみたいなふうに嘘をついてたっていう小説の中でそういう設定にしてたんですよね。<laughs> <laughs> <laughs> そ,うそういうところがせっこくて面白いよね <laughs> <laughs> なんかそういういちいち告白がちょっとせっこくて、えー、なんかこうまあ三人称で書いてあるんだけどいちいち私一説なんだけどさ「えーえー、彼は彼は」とか言いながらさ自分のこと書いてて、えーえー、時々こう三人称が無理になるところがあってさ、うん、<laughs> あの印象がおかしくなっちゃうとこが自分でも気づいてる。 あの三人称で書くのが不自然な部分があるのが面白かったりとか,、ええ、かしたんだけどでもなんか変な小説家だなと思ったなそうですね、うん、なんかだからそのすっごくすっごく嫌なこと言うとそのほらマクガフィンマクガフィンってあるじゃない映画とかでさマクガフィンって何ですかマクガフィンってさあの物語を転がすためにあるもので、はい、例えばさあの なんかの SF 的なもので何かを探しに行く漫画の「バナナフィッシュ」だったら「バナナフィッシュ」って言葉とかさ <laughs> あとほらあの「アバター」って映画だったらさ何かこうその星にある素晴らしい宝石みたいな<ー>宝物みたいなもので話を転がすために必要なものだけども本質ではないのね、えーえー、だから西村健太さんのすごく崇拝する作家も はいなんかそういうものに見えてきちゃって本、はい、本質じゃないんじゃないかなみたいなああまあ僕がね、あのー、まだ読んでる途中四十ページぐらいのまでのどんな内容か話しましょうかうんうんどんな内容なんですか根津源裏っていうのはねまあ貧乏人で体の具合が悪いんですよ、うん、足が痛くて主人公がうん、うん、その人が本当にお金なくて困っちゃって、うん 友達ににお金をを借りに東京を電車でで移動すするんですよ、うん、その間に見てる人がうわあいつはみんな金持ってて俺はこんなに汚らしい格好をしているとか考えたりで友達のところに訪ねていく時に、うん、あいつがもしいなかったらどうしようみたいな不安みたいなのがすごいこってり書かれてたりで友達があったらあったで、うん、なんか昨日はその。 売春宿に行ったけどプレゼント持ってったらそのプレゼントをその女がそこに現れた手伝いみたいな人にあげちゃったそれに対して頭に来たから蹴ってやったみたいな話をしたらしてるのを結局なんか自慢みたいでイライラするなっつってでお金を借りることを言い出せなくて。 また移動するみたいな <laughs> そんな話です、えー。すごいですね。ええー、だからね、そ,それはちゃんとさんのテイストはね、ちょっと感じますよ。あ、じゃあそれをちゃんと読めば、ちゃんとこう、うん、好きになった理由は分かってくるのかな？ええー、あのまああのそういう世に対してのなんていうか、なんていうんですか、羨ましいって感じたりとか、悲願だりとか。うん しみったれた感情がね、すごく丁寧に描かれてますそうか、なんか、区域列車もさ、冒頭部分がまず体の具合が悪くて寝転んでて、うんで、トイレにも行けないから、ペットボトルに穴を開けたものにおしっこしてるとか、そういう腰痛の描写とかが永遠続いた後に話が始まるから。なるほど そういうところは結構迫力ありましたけどね。ネズ根ーン源裏をトレースしようとしたのかもしれないですね。うん。でもさ、その高い本をさ、三十五万ぐらいで買うわけじゃない。そうですね。それもさ、あとさ、もっと安くあの古本屋さんにで買えるはずなのに、高めにお金をこううんうんうん入れるんでね。入札するんですよね。 そうでいつもいつも多めに多めに入れちゃうんだよね。うん、そういうのもさ、なんかな,なんて無駄なんだって思わなかった、読んでて。<laughs> もったいないって思いました。もったいないって、こんな作家好きなのあなただけだよって思いながら。うん、まあでもね、そうやって水にを切るっていうのは結構大事なことですよ。なるほどだから古本屋さんがせっかくアドバイスしてくれるのに、すご、うん、い金額を使っちゃうじゃないそう。 でもそのくせさ、その家賃は踏み倒したままだったりするじゃないですか。えー、で、なんかだから私、あの、なんていうのかな、あんまりこういう人のことを一とと思えなくて、えー、自分は家賃を踏み倒しはしないけども、うん、ちゃんと学校も行ってないし、こう、まあ、中卒の西村さんには怒られちゃうかもしれないけど、自分だってその、本当にこう、 一歩間違えたらどんな生活してたか分かんないと思って生きてるから、うん、なんかこう笑えないんだよねあの切実すぎてまあますさんもねネットの通信料とか明らかに無駄づいしてますから、ね、そうそうで無駄だし <laughs> そうどう考えてもこうした方がいいじゃないって言われてもできないんですよバカだからいやー <laughs> 自分でもねしょうがないですよだってさ たただただうっかりしてただけで1万ぐらい通信費無駄にしたんですよ。そのえー、本当にたただだだうっかかりしてただけだからねま,あありますよ <laughs> でもそういうことがこう笑い事だったらいいんだけど、うん、自分だって腰痛がひどくて寝てる日あるし、うん、こんなふうに力仕事もできないとか思っちゃうし自分はさすがにこんなふうに友達に失礼なこと言って関係ダメにはしないものの。うん それでも何か自分の発言が人の気を悪くして去られることなんてあるわけじゃない。うん、悪,悪気がないのに。ありますよ。うん、そういうこと考えると、まだこうやってあの小説として書いてるからあの、笑い事みたいに書かれてるけども、えー、なんかしんどくなってきちゃってね、こう。そうですね。で だからこそ,その好きな作家にこんなにお金を注いじゃうのかなとかさうん、うんで、結局この人が亡くなっちゃったらあのその作家の復刻版も出ないのかなとかさ。あでも出るんじゃないですかね。今が チャンスですよ西村さんを読,む読んだり出版社的にもさ、今後西村さんで今ほど稼げる機会ないはずですよ。うん、で西村さん自身はいいんだけど、その西村さんが復刻したい作家ああ、あの、田中秀光って知ってましたえっと、田中英光、えっと、っ,っていうんだ。英っていうんだ。あれ、オリンポスの果実の人でしょ全然読んだこともないし、初めて聞きましたよ。のの墓の前で 腹切って死んだんじゃなかったったけあ本当にだからそれこそ太宰治様に浸水してて、えー、あの確か自殺したんじゃなかったかな私の浅はかな知識で言うと<ー>でも「オリンポスの果実」に関しては何か僕ね、はい、あの二次創作的なものを読んだことあるのね漫画かな漫画か<ー>子供向けに書き直したものか忘れちゃったけど<い>本編じゃないものは読んだことあるけど、えー 本は読んんだことないんですよ小林淳さんに言わせると大した作家じゃないっていうしてて <laughs> でもあのさ人ってさ、はい、その人のその人の位置からはとても重要なことってあるじゃないその一般の人にはどうでもいい作家でも、えー、西村健太さんから見たらすごく味わいがあるっていう作家あるんだと思うのそういうい意味での。 浸水だったんだと思うんだけど、はい、西村さんが亡くなっちゃったら、もうその西村さんが好きな作家のことを愛する人が他にいなくて、はい、出版社ももう投げ捨てちゃうんじゃないかと思うから、ええええだから、から吉住さんみたいに危篤な人が探し当てて読むぐらいしかなくなっちゃうんじゃないかな。ええー、だからねこう、せっかくの機会だから、田中英子と藤沢製造はこの機会に読もうと思っているところでしたよ。 そうか、ちょっと待ってね。田中英子で会ってましたああ、わかんないです、ね。なんかもう、言葉で発言したことないくて、耳で、目でしか見てない作家って読み方わかんないよね。わかんないですね。ね今、ネットで見てみたら、あ、ごめんなさい。田中秀光で会ってましたあ、秀光、ね、でしたか。失礼しました。えー、あ、すいません。ちょっと電話かかってきて、出ていいですか、はい、どうぞどうぞ。すいません。 そういうわけでですね何かね、今ちゃんと見てたら、栄光、はい、と読まれることもあるんだって。あなるほど。で、太宰の,の墓の前で死んだのは本当で、ええ、なんか手首を切ったって書いてありますね。ん<ー>でな、オリンピック選手だったんですよ。んー でそ,のことをそれでオリンポスの果実なんですね、えー、オリンピックに出た時の経験をもとにして書いたのが「オリンポスの果実で」で片思い小説なんだってへ<ー>私なんかで読んだ気がしたんだけど漫画かなんかででももしかしたら違うのかな今あらすじ見たけど全然記憶にないので、うん、なんかの紹介文を読んだ程度かもしれないなだから、うん、存在は知ってるけど、うんはい、あんまり読む気がしなかった作家ですね。うん なるほど青空文庫には入ってるからネットで読めますよなるほどなるほどうんそうまあでもそうだななんかオリンポスの果実に関してはねそのモデルになった人たちが迷惑迷惑,な迷惑がってるんだって <laughs> 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 不名誉なことと思ってるんだってなんででしょうねモデルにされて 嫌な小説だからじゃないですかいや嫌なこと書かれたのかなわかんない。石川啄木なんて女の人にひどかったのに、みんな関わった人がみんな啄木のことをいつまでも愛し続けて死んだんですよ。結構愛人の人とかもみんな啄木さん様素敵な人でしたって言ってひどい捨てられ方とかしてるのに。まあ、田中秀光が嫌われ者だったんじゃないですかね。えー、なんかそういうの悲しいですね。 そうですね、えー。好きな作家の前で手首切ってしないでほしいですね、えー。でもね、これも文庫本なのに968円もしますよ。高いな。でも結構前集が出てたりするんですね。田中栄子さん。<ー>あっ、息子が小説家の田中浩二なんだ。SF 作家ですね。へ<ー>むしろ田中浩二のこと読んでるかも、僕。 へ、えー、うん、SF 好きだったから。なるほど。そうなのか。あでも、西村さんは、ちょっと違う作品でもっと自分に合うものを探してみたい気がしますね。そうですね。僕もこれからね、ちょっとあの何冊か読んでないやつ読みたいので、面白いのあったら連絡しますよ。うん、すね。えー、ぜひぜひ。 そうだから、ね、今,今回はね、チョイス失敗しましたよ、完全に。これはもういっぱい西村さんのたずっと読んでる人が読むべき小説ですよ。そうですね、なんかあと、あれでしたね、良かれると思って、現役感のある今も売ってるものとか探したのが、うん、あの裏面出ましたね。そそそそう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 だってわざわざ、あのツイッターで。 野さんが失敗作ととしてて名を挙げるほど <laughs> <laughs> なのかと思ってね,ねえそうだからぜひリスナーの皆さん、うん、この「芝公園六角堂」あとは僕自身は、ね、読んでこれを亡くなった直後に読むのはなんて切ないんだっていうそういう意味でもグッとくる部分があったんですけどやっぱ西村健太作品に、うん、馴染みのある人向け作品ですよ。 そうかもしれません、ね。だから何冊か読んだ後で読むことをお勧めします。はい、私は区域列車の映画を見てみようと思いました。あ、映画素晴らしいですよ。大好きです。そうですか。うん、なんか私の期待するような西村賢太郎がむしろ映画に出てたらいいな。そうですね。なんかでも自分のしたことをしすぐ後悔したり反省したりするじゃないですか。そうですね。そこが面白いですよね。あの時はこう思ったが。 それは愚かなことだったとか、えー、<laughs> なんかそ,そこは憎めないんですよねそこがねなんかね西村さんでも変な意見を言いますけど西村さんって新宿二丁目で人気ある顔なんですねへえー、ああいう感じの風貌の人ってなぜかマニアがいるんですよ二丁目にへえー、だから彼がゲイだったらモテモテだったのにってちょっと気の毒に思いましたうん、えー したらもう風俗に行かずに済んだかもしれないのに。うん。ね。そうですねあ。なんかでも、人間の生まれも環境とかで人生がある程度決まってしまうのかなっていう悲しい気持ちにな,なりましたね。うん。ああ。私ごときに、なんか、同情される筋合いはない立派な人だと思いますけどね。こんなに 自分で自分のことをちゃんと書いて面白く書けるなんてね。ねえ。そして芥川賞も取ってね。そうですよ。芥川賞を取って本当良かったですね。ねえ。でもちょっとこれうん、うん、うん百万の年収があるっつって。そうでう、ね、いいなって思いましたよ。あのだってナプロ、渡辺エンターテインメントと契約してね、ね<え>あのテレビ出てたりしたしね。 そ,うそれでねあのー、資金を稼ぐっつってね石沢、ね、製造の全集を出すんだって言って、うん、2,000万必要だって言ってましたもんね。え、ね、本当にね。なんかでもそうそう良純さんってこういう感じの作家で合うものがあったら 漫画にすするとかもすごく向いてそうだからねちょっとあの藤沢製造を読んだのももう多分あの著作権切れだから漫画に行ってみたらそう漫画でパク,パクれるかもしんないみたいななんかい,<や>いろんな作家が古典文学を漫画にするのちょっと流行ってるじゃないですか。もうパクらずにそのエッセンスだけを映画にするみたいな気持ちで漫画にしたらうん。うん 読んでみたいけどそこまで興味ない人たちがこぞって読むんじゃないですか、えー、ところがね今読んでる限りではストーリー性が薄くて漫画<ー>にしたらない全然面白くなさそう <laughs> そうかまあそれはしょうがないですねあ,、まあ、あのビジュアル的じゃないんですよね映像的じゃないんですよねそうかそれは残念ですねそうまあストーリーがね<も>このあと最後まで読んでどんどん転がっていって面白かったらね あの原作藤沢製造つって漫画にしてそういうのもありかなと思いましたうんそうかもしれませんね、うんまあ、ちょっと違うの読んでみたくなったという意味ではよかったです今回はええー、まあそんくらいで友の間に行きますかそうですねどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたでは,では皆さん,皆さんまた今度後は しばらく西村健太作品を三四冊読んでからお読みくださいそうですねあとおすすめ教えてくださいさようならよろしくお願いしますさようなら